スキンをね、なんか、もともとあったやつに、スティーブからもともと、なんかその、サイトのところに載ってたやつに変更しました。はい。裏でね、今回は、ついにあれを作ります。牧場を作ります。で、まあ、なんで作るかというと、まあ、ちょっとね、整地して、土地もできてね、木材は、松と、なんだっけ、白樺で作ります。はい、裏作業大変だったよ、本当に。白樺まで、のところまで歩いたからね。多くもね、一応、今後使うだろうと思って集めておきました。よし。どうなってるんだ。確かね、一匹ね、ここにほら、羊がいるんですね。まあ、ここから、まあ、そのうち、ここは、まあ、つけるんですけど、ここに、牧場作りたいなと思っております。で、そのうち、こっから、その奥の大陸まで、こうやって橋をね、石橋でも作ろうかなと思っております。なんで、この石橋に合わせた形で作っていきたいんですよ。イコール、今日は、とりあえずまずね、その、土台となる、石橋作り、ね、していきたいと思います。ちなみにスキンはこれでございます。かっこよくない？なんかダークテレベーターみたいな感じじゃないですか？うん、そうだよね。よし、じゃあ早速作っていこう。よいしょ。間違えた。こっちだね。よし。じゃあまず石橋作りだね。じゃあちょっと準備してきまーす。よし、じゃあね、準備ができたので、じゃあ早速やっていきましょう。今回使うのはですね、こちらの石の壁と、こちらの丸石の石ハーフブロックですね。こちらを使ってやっていきたいと思います。いきましょう。まずね、まあ僕が理想としてるのは、ね、こういうね、斜めの橋を作りたいなと思っております。だから、土をね、左で持ってこうして土置いてこうやって広さはねどれぐらいにしようかな4マスぐらいあミスったな。間違えた。あ、6マスだな。6マス。で、端っこを石の壁にしようか。そうだね。ってことはこれ足りないね。間違いなく足りないやつ。いやー、そのうちさ、城とかも作りたいんだよね。やっぱりさ、闇の王っていう、闇の王じゃねえな。そのダークテレベーターっていうさ、僕が想像してた中ではなんか闇の王なんですよ。あ、間違えた。そう。だから、そこのね、ここの国を治める王様みたいなさ。じゃあ、次だ。おはようございます。ということで、
か磨かれた系のあれが欲しいね、この端っこは。うん、なんかそういう雰囲気ね。え、高い気がするな。いやでもそんなに高くないか。どうだ。感じで、よいしょ、1,2,3,4 と置いて、で、ここからどんどん増やしていくんだよね。うん、ここはもう、気づいた。下いらないね、ここ全部いらないや、ここ。ちょっと間違えたし、いいね、ここに気づいたね。まあできればね、ここ詰まってる方がいいと思うんだけど、今回材料足りないから。あるから、多分ここシフトをしながら、シフトをしながら、え、てかもうあとここ、ほら、あ、違う、そうだね、ここ一段上げる必要ないもんね。ここはもうあれか、あとはもう全部置いていくパターン。あれだよね、こうだね。難しいな。
どっちにしろこれ足りないよ。足りないね。ん？待って。ここもう一段上げないとダメじゃね？今日のサムネだな、これな。めっちゃいいやん、サムネに。うん、サムネだな、これ。めっちゃええやん。イェイみたいなね。よし。サムネも撮ったことだし、完成させましょう。ね。いい感じに。さあ、そのうちさ、なんかこういう実用性とかを考えてさ、なんだっけ、あれを作っていきたいんだよね。ドールとかさ、うん、あんまり、でもここ一段上げた方がいいよね。なんか一段上げた方がさ、インパクトっていうかなんかがあるじゃん。そうじゃない。あと1個足りない。マジか。よいしょ。じゃあどうせならさ、やっぱりこういうのいるじゃん。こうさ、ここから橋が始まりますよみたいな。ベッドが取れない。なんか種拾ってるだからか。はい、一応ね、橋完成しましたよ。じゃあ見てみましょうか。行きましょう。 3,2,1 GO。 よいしょよいしょ、行きますよ。デデンと、ちょっと待って、もうちょい離れよう。おお、いい橋じゃないこれ。イエイ、石橋完成しました。よし、今回ね、ここまでにしようかな。次回、牧場をね、作っていきます。はい、まあね、今回結構出来のね、いい、なんだっけ、橋ができたので、次回ね、しっかりと牧場を作っていきたいと思います。おお、またね、次回、チャンネル登録ですね。このね、画面下のね、チャンネル登録のボタンを押してね、チャンネル登録お願いします。この動画が良いと思った方、高評価お願いします。概要欄ですね、他のチャンネル、Twitter のね、リンク貼ってあるので、そちらからね、飛んでフォローお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ、バイバイ、バイバイ。